キングスとペリカンズは特に順位予想難しそう。ペリカンズは置いといて、キングスは11位だ。もう分かってるよ。11位だ、あいつらは。決まってるから。11位の運命っていうのは決まってるから。逆に一番簡単だと思う、キングスは。俺、キングスファンに殺されそうだな。大丈夫かな。レイカーズはまあ6位か7位かなって思ってます。ペリカンズと争ってる気がする。ペリカンズとレイカーズで6位、7位争いしてる気がするんだよな。7位、8位かな。どうだろう。7位、8位争いかな。ざっと調べたら、ベバリーがプレーオフ逃したのは11試合しか出なかった17、18クリッパーズだけってマジですよ。ほら、俺見ろ。そうなんですよ。まあ、11試合しか出なかったらもうちょっと、それは無理よな。それはもうちょっとなしにしよう。そこは。で、そう考えると全部出てるでしょ？ベバリープレーオフ。これはもうだってレイカーズプレーオフいけるでしょうよ。たまたまじゃないよ、これは。絶対。これはなんかジンクスとかいう、そういうなんか、まがいもんの話してないからな、俺。リアルに実力があってっていう話だと思うからね。34歳でしょっていうツッコミいらないよ。関係ないと思ってるから、俺。あの人にとっての34歳は24歳。俺らの常識の34歳だと思っちゃあかん。ベバリーは自分のことを24歳だと本気で思ってるから。本気で思ってるから、あの人は。俺らみたいな怠惰な生活して、俺みたいにヘルニアになるやつの34歳っていうのは、まあもう34歳ですよ、それは。その34歳はもう34歳。でも、ベバリーみたいに、こうね、シカゴですげえ治安悪いところで育って、ね、こう屈強な体を仕上げて、屈強な精神をつけて、成り上がって、こういい生活一度体験してみたけど、それでもやっぱ俺はこの生活居心地悪いな言うて、シカゴに戻って、また居心地の悪いところで、治安の悪いところで生活した彼の34歳っていうのは24歳です。それはもうエリートの34歳と一緒にしちゃいけん。ジミー・バトラーの34歳もなんかすごそうだろう。だって絶対すごいんだから、ジミー・バトラーの34歳なんて。まだ動けるのってみんな思ってる。え、ロケッツの14、15も逃してる？ほほん。なるほど。なるほど、なるほど。なるほどね。はい、解散。解散、解散。レイカーズに夢を見るんじゃないよ、みんな。今年もプレイインいけるかどうかだから。解散、解散。あー、ぶらぶら。何が34は24歳意味わかんないこと言ってんじゃないよって話よな。解散、解散。え？本当に？それ嘘だろ。でっち上げてない？ねえ。それか、この年も10試合ぐらいしか出なかったとかじゃなくて、誰か真実を言ってくれ。誰か真実を言ってくれ。どうせ10試合ぐらいしか出てないんだろ？せめて半分は出てようぜ。半分以下はちょっとノーカンにしよう。いや、ロケッツプレオフ行ってる。うわっ！おい！おま、ほら、お前、ほら、だから言ったでしょ、俺は。ベバリーの34歳は24歳なの。わかる？はい。やっぱり言ってるやん。俺見たか。はい。レイカーズは6位です。やっぱ7位にしよう。7位です。レイカーズは7位。ああ、やっぱベバリーはまだ24歳だわ。ほら、調べたけどロケツ言ってる。騒ぎすぎて、騒ぎすぎて、腰が、神経がビビって、だ、もう今日のお礼をはしゃがせないでくれよ。俺安静にしなきゃいけないんだから、本当に声も出なかったわ、ってなって。ほら、まあだからそういうことです。ベバリーのね、ネガキャンをいくらしようとしたところでダメなんですよ。結局真実はいつも一つってコナン君も言ってたから。ウルブズが一番ベバリーの凄さを改め知ることになります。そうね。まあでも、俺らは5ベアを取ってるから。俺らは5ベアを取ってるから。私、エドワーズがディフェンスもかなり成長して、とんでもない。マジでマイケル・ジョーダンみたいになるんじゃない？そう考えたらやばくない？みんなちょっとここは俺に合わせて、エドワーズはマイケル・ジョーダンに今年近づいて、最終的にそんな選手になると思い込んでほしい。そう考えるとどうですか？急にウルブズが優勝してきそうな匂いがしません？私たちには DPOY のセンターで一番ディフェンスがうまいと言われてるゴベアさんと、マイケル・ジョーダンになりつつあるエドワーズさん、そしてその DPOY を生かす術を知ってるディアンジェロ・ラッセルにタウンズがいるんですよ。効率が一番いいセンターのタウンズさんがいるんですよ。
ならないでしょ。いいじゃねえか、お前ら。ちょっとぐらいさ、俺と同じ気持ちになってくれても。もう配信やめる。もう配信やめよう。いいじゃんよ、合わせてくれよ。5秒でいいからさ、5秒で。いや、マジでエドワーズ。いや、俺本当にそんな気がしてるよな、でも。いや、マジ MVP あるんじゃねえか、これ。いやー、でもみんな見返したいな。見返して。結局はでも、ねえ、みんな、いや、プレイオフなんていけないでしょ、言うといて、プレイオフいけましたからね、今年も。あ、去年か。俺が8、プレイオフ行く予想 ?8、9位予想してて、ダルブズがそんな高いわけねえだろって言われたけどもさ、行きましたよ。見てっか。その時言った、行ってきた奴ら見てるか。いや、来季 MVP はさすがにと思ってしまう。のんのんのんですよ。去年 MVP がヨキッチか。ヨキッチ超えればいいってことでしょ。余裕だろ。ヨキッチの上からスラムダンク3回ぐらいかませばもう MVP でいいっしょ。で、これでウルブズがプレイオフ行けませんでしたってなったら俺もう本当に土下座配信するわ。もう地面におでこをすりつけまくるわ。ファーストエドワーズってタウンズも認識してる感じがある。そうなのか?そうなのか?終わります。お疲れ様でした。トゥルル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